はい、それではベートーベン交響曲第5番第4楽章4回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね281小節目からの解説をさせていただきます。まずこの最初の部分なんですけども、これはもう大丈夫ですね。これはもう第1ポジションを中心に取っていただいて問題ないと思います。そして、それ以降の、289から以降のこの、フォルティッシモからのタイの3小節間で、それ以降の2小節、タイがつながってるんですけれども、ここも、まあ、テンポによってまだ買い読みをする、せざるを得ないっていうこともテンポかもしれませんし、まあ、速いテンポにしたらもうそのままダイレクトに、いける、かもしれないんですけれども、これはもうテンポにの状況に応じて、どちらにするかっていうのを決めていただきたいと思います。はい。そして、302からなんですけれども、この、それ以降の3連符、前々回での、まあ、6連符が出てきたと思いますけれども、これも、この前の、6連符と同じ感覚で、このように、はい。常に3連符を意識して、弾いていただくということになりますね。そして、このオクターブのこのポジション取りなんですけれども、確実にこの、まず、同じポジションで取りますので、必ず1の指は、アーセンの上に、あるようにしておいてください。オクターブ上になった時に、1の指も一緒に、リエーセンに移ると、かえってもう、無駄な動きをしないといけなくなりますので、必ず、これを弾いてる、上の音を弾いてる間でも、1の指は、アーセン上に、置いてすぐに押さえられるようにしていただきたいと思います。はい。そして、308以降からも大丈夫ですね。はい。そして、302も全部、全部と同じタイミングなので、ここも全て意味は全部ダウンで、弾いて問題ないと思います。はい。どんどん行きまして、そして326なんですけれども、これはクレッシェンドが書いてあってフォルテになりますので、ここはまずアップ入りですね。アップで入ってその後のこの解放の A がダウンになるようにします。そしてその A 以降のスラが一つに繋がっているんですけれども、これを一意味で弾くにはかなり難しいので、まずパターンとしてまず一つ目は、頭から弾きますけれども、またはこの2つの弓順のパターンが考えられるんですけれども、まあ、どちらかを選択してやりやすい方をやっていただけたらと思います。はい。そして335のアフタクトからですね、これも、まあ、これスラ1つにつながってますけど、これも1つで1回で弾くのはちょっときついので、今のような、または最初アクタクトの芸をアップから入って、まあ、この2つのパターンが考えられますので、これもどちらかを選択してやりやすい方を使っていただけたらと思います。はい。そして341も最初が、アップで入って、で344のまたこの同じ形になりますけれども、この A をダウンになるようにというふうになりますね。はい。そして、あとは、いよいよ終盤に入っていくんですけれども、350から、まあここからテンポがどんどん速くなっていくんですけれども、これはもう、ポジション取りはもう普通に、オーソドックスに、上のゲームを解放で取っていただいても構いませんので、必ず飛車を見て、遅れないように注意していただきたいと思います。はい。そして、プレスト、362から以降なんですけれども、まあ、フォルテピアノなので、もうすぐ、弾いた後にもうすぐにピアノに押さえるというイメージで、まあ、なかなか四分音符1個でやるのはかなり難しいんですけれども、できるだけフォルテピアノに近い感じで弾いていただきたいと思います。はい。そして、まあ、それ以降もほとんど同じ形になりますので、問題ないと思います。はい。そして391ですね。391からはまたテーマが出てくるんですけども、ここは、まあ、どちらで押さえても構わないんですけれども、ここから397からなんですけれども、まあ、Cまでを第2ポジションで押さえて、
第4ポジションという形にすると、ポジションの動きが最小限に、なると思います。はい、そしてここで注意していただきたいのが、この、ベースのこのテーマが入るのが391なんですけれども、その1小節前から他の楽器が同じテーマをやってます。で、ベースとチェロとあとコンドラファゴットが1小節遅れで同じ形をやってるんですけれども、よく間違えるのが、これ間違ってるんじゃないかっていうふうに勘違いして、他のパートと一緒に同じパートを1小節早く弾いてしまうっていうことがたまにありますね。必ず間違ってるかもしれないんだけれども、これは合ってる、書いてある通りやってますので、しっかり書いてある通りにやれば問題ないと思います。はい。そして、あと400から以降はもうほぼ、同じになりますね。404からも全部、この頭の音はダウンできれば問題ないと思います。はい。そして、もうずっと続きまして、もう最後になりますけど、428のこの形も、1回目で説明した時と同じように、ここも、で、上の杖を、D 線で取れば、問題ないと思いますので、これも同じポジションで、取っていただきたいと思います。はい。で、以上で、4楽章の解説は、終了いたします。いかがでしたでしょうか。特にかなりこれは本当に有名なシンフォニーなんですけれども、特にどの楽章もそれぞれ難しい部分がありますので、どれかの楽章に偏ることなく、まんべんなく、しっかり練習していただけたらと思います。また見逃してしまった方は、また第一楽章からまた繰り返し見ていただけたらと思います。はい。ベートーベン交響曲第5番の解説をこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。